ちは、中山彩香です。今日は原宿の占いの館タリムさんに来ました。イエーイ。私は毎回撮影の日のネイルはラッキーカラーを調べてから塗るようにしていて、一日撮影がうまくいくように願いながら塗っています。占いはすごく信じる方なので、今日何言われるかまだわかんないんですけど、すごいドキドキしてます。今日はお仕事だったり、いつ結婚するのかとか、あと来年何が起こるかとかを詳しく聞きたいなって思うので、行ってきます。 GO! ニコプチ TV! ニコプチモデルの中山彩香です。よろしくお願いします。さつきです。はい、では早速なんですけれども、はい、年齢って教えていただいてもよろしいですか？はい、平成の2007年5月30日です。はい、出生地はどちらでしょうか？熊本県です。はい、ありがとうございます。何か気になっていることとかあったりしますか？モデルのお仕事をさせていただいているので、うん、もっとこうした方がいいっていうんだったり、今何が足りてないのかとかが一番知りたいです。はい、もともと芸能向きっていうものもちゃんと持ってらっしゃるし、仮にそういう前に出るお仕事をあなたがされていなかったとて、そこでのプライドみたいなものはもともと気質として持ってらっしゃるんですよ。はい、なので向いてらっしゃると思います。はい、ありがとうございます。だから物とか服とか、さらに物をベターに見せるとか、よく見せるっていうことをやるっていう能力は高いので向いてると思いますよ。ありがとうございます。どういうふうなモデルさんになっていきたいとかってあったりしますか？私の今憧れている方が藤田ニコルさんで、プロデュースしたりとかテレビにも出たりとか、雑誌のモデルでもちゃんとモデル意識だったりとかもしっかりされているので、彼女のことを好きな理由って言ってる言葉とか考え方みたいなのが好きなんじゃないかなって思いますね。あなたもそのちゃんと喋れるよっていうのがあなたのいいところだと思います。なのでこれからそういう自分のコミュニケーション能力を使っていただくっていうのがキーになると思ってます。これから、今の雑誌で活動しているのがもう卒業しないといけないので、3月の頭から運が関わりするので、それは一旦やり終えて、そこからつながるものっていうのがもう前段階に入ってきてるはずだし、全然それ終わる気しないで、それがあったおかげで次に行けるっていうのがつながってるから、あんまり悲しいこととして捉えない方がいいですか？はい、頑張ります。すごい楽しいですよ。ここから今終わりを迎えてるけど、すごいとは思うのは当然だよね。だけどできないって思わないでいいですよ。できるから。ああ、なるほど。あのね、もっと自分がこう見られたいっていうものを持って次のお仕事はそっちの方がいいみたいですよ。今の自分なりにでいいので考えていただいても大丈夫ですね。はい、2021年は4年ぶりの大きなチャンスが来るので、自分的にこれやったことないから不安とか、こんなことやっちゃっていいのかなが来年中止です。そう思うともったいないですよ。はい、はい、何かしら自分発信で自分の言葉でできる企画とかがあったらそれをやってほしいです。あなたみたいになりたい、いいカメラの向こうとか雑誌を手にしてらっしゃる方からすると、13歳14歳らしいいろんな悩みを聞きたいわけですよ。で、それが出来上がる際にできた心の葛藤とか毎日の葛藤みたいなのをちょっと公開すると、さらなる人気になるのかなっていう感じですかね。はい、すぐこう思われたらどうしようとか、嫌な風に捉えちゃうかなとか、いつも悪い方に捉えちゃうんですけど、でもしっかり自分の意思を持って考えるけど、自分の言いたいことはしっかり伝えながら、インスタグラムも最近更新を頑張っているので、これからも頑張っていけたらなって思います。あなたの良さって別にマイナス思考じゃないんですよ、別に。最悪の状態を一旦想定する、そこを考えながら喋るっていうレッスンを、はい、もう今からしておいた方がいいと思っています。はい、はい、自己表現するっていうお仕事ができると思うので、例えばその俳優系のお芝居系のことだったりとか、はい、っていうことも考えればいいのかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、
私はすごく将来のことも考えることがあって、お母さんが26歳くらいに結婚したので、私も将来いつ結婚したり付き合ったりするのかなっていうのが気になります。なるほど、実は占いって面白くて、いつ結婚する、誰と結婚するって一切決まってないんですよ。はい、なんか地球に生まれ落ちた瞬間どういう武器を持ってるのっていうことを通訳してるだけ で、はい、でその武器で言えば結婚できるものとか恋愛運っていうのは非常に高いので、やっぱりそれでも女の子だし失敗しちゃうじゃんね、わかるその気持ちは、うん、だからその気になっちゃうと思うんだけど、その運っていうのは持ってます。結婚か仕事かなんて古いんですよ、両方できるし、うん、私がしてるインスタグラムでも自分の日常だったりとか、ファンの子にしていただいた嬉しいことだったり、日常の嬉しかったことを投稿したら、ファンの子と距離が近いあやかちゃんって言っていただけるようになったりしたので、ここはこれからも続けたいなって思います。そうですね、本当その通りだと思います。ことを全部言えてない人っていう風に思ってるのね。だから一見そういう自分はコミュニケーション下手なんじゃないかって思ってると思うけど、めちゃくちゃコミュ力高いの。いつも生年月日のラッキーカラーを毎日ネイルで塗っていて、何かそのラッキーなものとかあったら。今このお仕事をしているあなたというところで見たら、ビタミンカラーがすごくいいですね。自分はもう少し深い茶色とか濃い赤とか、少しちょっと深い大人っぽい色が好きだったりするんじゃないのって思うけど、はい、うん、そこはちょっとプライベートと調べるわけでもいいのかなって思うけど、はい、うん、そのネイルのことで言えば、はい、一つの爪を二つに分けてバイカラーとして塗るとか、はい、あ、そういう感じがいいです。だからそうアシンメトリーな感じでやってもいいし、はい、片方の手でバイカラーを表現してもらっても、両手使ってもらっても、もう中のその元々持ってらっしゃる、はい、っていうところが1人の中に2人いるんです、はい、で、あなたの中でそのポジティブな部分、ナチキな部分、気にしいな部分、はい、が両方健在してるんですよ。だからこそ両方使えた方がいいんですよ、うんうん、だから両方うまく武器にしましょうね。それで言うと2つあるっていうことでバイカラーみたいなものが、はい、いいかなと思いました。はい、撮影の時でもセットとかが黄色だとテンションが上がるんですけど、でも自分が着るっていう風になったら、やっぱり暗めな色だったりとか落ち着いた色が好きなので、気分を良くしたい時とか自分が着たい服の色とかもなんか自分の思ってた通りだったので、すごいなって思いました。コメントありがとうございます。あのね、この仕事をしてなくてももともと美的センスがすごくあるんですよ。おしゃれは、おしゃれ感、その好きなファッションとか文化を少し取り入れて、でまたそのあなたの中のセンス、フィルターにかけて自分流にしていくみたいな、真似なんだけど、真似をするだけじゃ面白くないからアレンジっていうのを覚えておいてもらえば、真似るとかな。はい、はい、以上です。ありがとうございます。ありがとうございました。今、占いが終わりました。ありがとうございました。今まで自分はこうじゃないんだろうなとか、人の目を気にしてたなっていうところもあったんですけど、やっぱり自信を持ってっていうことだったので、お仕事のことだったり普段でもあと気をつけることとか、来年の運がいいこととかも教えてくださったので、すごく来年が楽しみです。ありがとうございました。占いがすごく大好きになりました。ありがとうございました。